全然読めんきね。まあ、ゆっくりしよりや、ゆっくりし。これ美味しそうなね。うん。5分か、沸騰させたい。見せて。宮崎マンゴービーフカレーやって、美味しそうだね。こんな製品使ったことないし。いやいや、ちょっと中袋、これのことよね。で、ワイチューで、これハヨセンと中袋とこのことよね。うん、まあ、ゆっくり待ってね。うん、5分3分から5分やと。うん、3分から5分。これはお茶、濃いよ。うん、けど美味しい。もうあと2分。ご飯が少ないね、そら。かまんちゃ。塩がな。上等。これがあったらいい。カレーを作る予定がないけやな。うん。まあ、楽勝はないね。楽勝もカレーもあのあれもない、あのなんていうかね。なんていう。福神漬けがない。うん。そう。もう一分で行くけ。らっきょうつけたのはないわね、もう。もうないなってしもたかね、食べたかね。食べたと思う。そうなんやね。ないですね。うん。燃えろ。もう10分がバーターとしちゃう。要せんだこれ。出会ったな。いや、ベコってなった。どんなのかね、マンゴーカレーと。あの上かけるよ。うん、全部かけてね、ステント。ご飯がちょっと少ない。かまんちゃ。まあ、ええ匂いはしゅう。どうぞ。これ食べてね。うん、ほうれん草美味しいきね、好きやね。合わんけどね。いや、上等、合わん。うん、こうか。いや、そこはお箸やん。絶対スプーンはいらん。スプーンは横置いちゃったらやん。お箸よ、そこは。まあ、いかんって。それしかないよ。これも食べても構わんけど。うん、はい、何か分からんけど、何それ。すごく硬い。何これ。おじいちゃん、どこ来たけどね。いや、ほんで何よ。ふきってふきってって、ふきって言わんかったん、一回も。私もこれ食べどうぞ。うん、即席のカレーになったわね。うん、ほんでこれはね、はい、カレーするつもりじゃなかったけど、ほ、うん、うれん草、うん、もうこれはおじいちゃんが昼。ほうれん草は何？5枚。うん、
で、おそばするつもりでやりたい。うん、これはね、風紀を炊いたがいい。合わんかったら食べんでもいい。はい。いただきます。これだけ。はい、宮崎マンゴービーフカレー。宮崎ってマンゴーが有名なの？つった。よし、じゃあいただきます。うまそう。よし、いったら納豆キムチで。納豆キムチ、わあ、キムチすごい酸っぱい、いい匂いがしてます。よいしょ。さあ、キムチ、納豆混ぜ、キムチ入れる前に混ぜたらよかった。混ざらん。うん、よし、ドバッと入れちゃえ。いえ、全然混ざってない。さあ、まずほうれん草のごま汚し、これから食べよう。どうでしょう。うん、ごまがしっかりすれてて美味しい。安定の味。ふきはどうですかね。うん、味がしっかり煮つけられて美味しい。さあ、マンゴーカレー、宮崎マンゴー、どうでしょう。宮崎牛入ってるのかな。ちょっと、うん、あ、ものすごいコクがある。美味しいわ。ほんまコクがある、これ。さあ、納豆カレーでどうでしょうね。うん、安定の美味しさ、いいですね。いただきます。